では今日の TCK を振り返ります。第一レースからご覧ください。スタートしました。外目から当番ベネチアフレイバー、内を見ながら先行体制、並んでいくのは3番ニトルジャーニー、2頭出ていきました。その後ろ広がって11番フェアリーマイヤ、外からスーッと上がっていくのは13番ベリーズフレイバー、内には4番アスノヒーロー、内内2番ギャレットルレーブ、後位集団固まって1コーナーカーブ、後ろから1番の三塚沼津接近してまいりました。あとは外を通って12番ダディーズラビング、前は 1,2 コーナー中間です。前は3番ニトルジャーニー、並んでいく当番ベネチアフレイバー、2頭の後ろは2馬身差、ここは固まりまして4番のアスノヒーロー、内から2番ギャレットルレーブ、向こう正面、外は13番ベリーズフレイバー、さらには12番ダディーズラビング固まって、内からは1番三塚沼津も接近、1馬身差6番ジョイスマイリー、並んでいくのは5番のエイシンペリドット、あとは後方勢も固まりまして、内から7番の新藤武史、並んでいくのは9番コンピートバーチェ、後ろ若干下がったのは8番ラシェル、並んでいく11番フェアリーマイヤー。前は3コーナー、前は依然3番ニトルジャーニーと並んでいく当番のベネチアフレイバー、2頭の後ろ3馬身3馬身半間が空きました。3、4コーナー中間で内2番のギャレットルレーブ、並んでいく13番ベリーズフレイバー、さらには1番の三塚沼津が接近してくる。前は4コーナーカーブから直線、3番ニトルジャーニー、ここで振り切ってリード1馬身、1馬身半2馬身広げていく当番のベネチアフレイバー2番手ですが、外から1番の三塚沼津が2番手に上がって前を追ってくる。先頭3番ニトルジャーニー、外から迫って1番三塚沼津が2番手から前に並んで、さあ2頭の追い比べ、3番手に上がってくる2番ギャレットルレーブ、前は変わって1番三塚沼津、3番ニトルジャーニー2番手、三塚沼津先頭ゴールイン。1レース勝ったのは1番三塚沼津、デビュー5戦目の初勝利です。鞍上は吉井翔騎手、勝ちタイム1分41秒6でした。ゲートに揃いました。スタートしました。外ダッシュがいいのは15番シャルプラッテ、内からは2番キッスオフファイア出ていきます。さらには1番クールアイ並んでいく、さらには当番プリンチェプス、先段上がっていったのは8番フルフィリング、間が空いて13番マルゴットバナナ、その後ろは広がりました。6番レフターロー、7番のつくし、内を通って4番のビッグシールーフ、固まって6番のレフターローンで、あとは外から上がっていく14番ポルトディタリー、あとはその後ろ後方勢ですが、外から9番のビアンカ、3コーナーカーブに差し掛かります。内を通って3番ベルデシチ、外側並んでいくのは5番のロマンスオーサーです。あとは後方の圏内から12番カットビホッキマンで、前は4コーナー、先頭2番キッスオブファイア、リード1馬身半2馬身、2番手8番フルフィリング、4コーナーから直線、並んで15番シャルプラッテ、さらに外から追ってくる当番プリンチェプス、内に行ったのは1番のクールアイ、先頭2番キッスオブファイア、2番手以降は広がっている、外からは当番プリンチェプス、内から1番クールアイ、内々からは4番ビッグシールーフも足を伸ばしてくる、あとはその後方から15番シャルプラッテ、先頭2番キッスオブファイア粘っている、2番手争いは2頭並んでいる、先頭2番キッスオブファイアゴールイン。2レース勝ったのは2番キッスオブファイア、人気に応えてデビュー5戦目の初勝利、鞍上は森大斗騎手、勝ちタイム1分13秒9でした。これで8頭揃ってスタートしました。好スタートは5番のフレッシュルーキー、並んでいくのは6番上野丸ダンディ、その後ろに馬身がいて、外から4番スターオブグローリー、3番手そのうちに2番ディビジョンベル、2馬身がいて前から5頭目8番ジョシュア、向こう正面、後ろばらけて3番千本桜、あとは7番バデル、並んでいく1番北斗瞬八、先頭からしんがりまでは12馬身13馬身ぐらいの圏内、縦に長くなりました。前は2頭並んでいって5番のフレッシュルーキー、6番上野丸ダンディ、2頭の後ろ3馬身がいて3、4番手4番スターオブグローリー、内を通って2番ディビジョンベル、その後ろは5馬身ぐらい空きました。8番ジョシュア、外側に1番北斗瞬八、さらに2馬身3馬身と空いて7番バデル、並んでいくのは3番千本桜、3コーナーカーブ、前は5番のフレッシュルーキー、ここでリードは4分の3馬身から1馬身ほど、6番上野丸ダンディ2番手、3、4番手4番スターオブグローリー、内を通る2番ディビジョンベル、4頭次第に固まってくる、4コーナーカーブから直線、前は5番フレッシュルーキー、外側6番上野丸ダンディ、
外に出して2番のディビジョンベルも前を追ってくる。それから4番スターオブグローリー、前は6番上野バルダンディ先頭に変わるか。内には5番のフレッシュルーキー、3番手2番ディビジョンベル、外から追い込んでくるのは1番の北斗瞬八、前は6番の上野バルダンディ先頭に変わった。内5番フレッシュルーキー、3番手が2番ディビジョンベル、先頭6番上野バルダンディ、2番手争いは2頭が並んでくる。先頭6番上野バルダンディゴールイン。3レース勝ったのは6番上野丸ダンディ、デビュー2戦目の初勝利です。鞍上は的場文雄騎手、勝ちタイム1分30秒2でした。8頭揃ってスタートしました。ばらつきました。2番スーパーキング、1番上野丸マン後方から、前は6番坂弁ムーン出ていきます。外から7番クリエイトが2番手につけて、1馬身差、内から3番パジャマパーティー、並んでいくのは8番コアベルト、間に5番のエギエネス、2馬身差4番フェロシライト、後ろばらけて2番スーパーキング、馬群から遅れました1番上野丸番シンガリを追走。前の方塊加減でこれから前は3コーナー、先頭6番坂弁ムーン、リードは体半分ほど、2番手が7番のクリエイト、外から8番コアベルト、3番手600の標識を通過、3、4コーナー中間へ。前の3頭固まってきて第2集団も3頭、4番フェロシライト、内からは3番パジャマパーティー、間に5番エギエネス、前は4コーナーカーブから直線、前は外から8番のコアベルト、コアベルトが先頭に変わるか。そのうちは7番のクリエイト、6番坂弁ムーン現在3番手、その後方から3番パジャマパーティー、あとは後方から追ってくる4番のフェロシライト、先頭8番コアベルト抜けた。2番手争いは7番クリエイト、外から3番パジャマパーティー、パジャマパーティー3番手から懸命に2番手伺って追ってくる。先頭8番のコアベルト、2番手争いは2頭並んで、3番パジャマパーティー2番手に上がってきた。先頭8番コアベルトゴールイン。4レース勝ったのは8番コアベルト、人気に応えてデビュー2戦目の初勝利です。鞍上は笹川翼騎手、勝ちタイム1分15秒8でした。収まります。枠入り終わってスタートしました。出口が入って5番のイーサンタイガー、内からは3番マイネルカケツが並んでいきます。外は12番ソフィアコール、13番ブラッドライン、前4頭広がって若干間が空いて、内目から6番のハーモニカ、7番のフォンデドラーゴ、外側並んでいくのは当番ディープアゲインで1コーナーカーブ、中段後ろ2番のザトウイチ、並んでいくのは8番 JK フェイス、あとは4番カルディナーレ、それから11番セキレイ、しんがり1番シャークモーニン、前は1、2コーナー中間、前は3番マイネルカケツ、並んでいくのは5番のイーサンタイガー、2頭後続を3馬身離して向こう正面、3番手12番ソフィアコール、1馬身半から2馬身差、6番ハーモニカ、並んでいくのは当番ディープアゲインで、その1馬身後方から13番ブラッドライン、間が空いて中段後ろ7番ポンテドラーゴ、外側8番 JK フェイス、並んでくる1番シャークウォーニン、後方から4番カルディナーレ、内を通って2番ザトウイチ、最後方追走11番セキレイ、馬群全体的に固まってきてこれから3コーナー、先頭は3番マイネルカケツ、抜けてリードは1馬身半2馬身取りました。2番手以下ですが、12番ソフィアコール、2番手から前に迫っていく、そして13番ブラッドライン前に上がってくる、400の標識を通過、あとは後方から追い上げる1番シャークボーニン、内目から6番ハーモニカ、4コーナーから直線、逃げる3番のマイネルカケツ、追ってきたのは12番ソフィアコール、ソフィアコールが2番手から前に並んで200を通過、3番手以降離れた、3番手の圏内13番のブラッドラインですが、追い込んでくる1番のシャークボーニン、さらに外からは11番セキレイも3番手伺っている、前は12番ソフィアコール、3番マイネルカケツ食い下がっているが、ソフィアコールゴールイン。5レース勝ったのは12番ソフィアコール、デビュー25戦目の初勝利です。鞍上は藤田亮騎手、勝ちタイム1分41秒8でした。枠入り完了、スタートしました。内側押している2番のカーラミーヤ、並んでかわしていく5番フォーマサルビー、花を切っていきます。外からは8番のジョーヌベール、並んでいって前3頭の後ろ間が空きました。4番手9番のフローラルロマンス、その後ろも2馬身がいて7番ハッピーエンドレスに、並んでいくのは当番サツキジャスミン、この2頭に接近していくのは外から6番ネオアビーです。
あとは後方勢4番のベニノフェアリー、内を通って3番メイショーマクフィー、さらに遅れましたしんがり追走1番エンドオブザロード。前は3コーナー600の標識を通過、3、4コーナー中間へ。先頭5番フォーマサルビー、リードは1馬身半。2、3番手2番カーラミーヤ、並んでいくのは8番ジョーヌベール。その後ろから接近6番ネオアビー、4コーナーカーブから直線。先頭5番のフォーマサルビー、2番手3番手2番のカーラミーヤ、8番ジョーヌベール、外側6番ネオアビー、その間を通ろうという9番フローラルロマンス。先頭5番フォーマサルビー突き放した、2番手2番カーラミーヤ、3番手には6番ネオアビー上がって2番手を追っている。あとは後方から当番のサツキの隅に持ってくる、さらには9番フローラルロマンス3番手争い、やや混戦。先頭5番のフォーマサルビー、ゴールイン。6レース勝ったのは5番フォーモサルビー、人気に応えてこれで4連勝です。鞍上は藤本元気騎手、管理する松浦博之調教師は今日2勝目となりました。勝ちタイム1分13秒3でした。ゲートに収まりました。スタートしました。最内1番みんなの分もポーンと好スタートを切りましたが、前は一線に広がっていきます。3番エスプルナミコ、4番ハイチサングラス、外には6番のファサード、それから7番のジョリーハーモニーに9番のエルツと行きました。先段広がって後ろを離していって、8番スタベットが前を追っていきました。1番みんなの分は中段になりました。その後ろに2番のフレームジョーカー、あとは後方2頭を離れて10番のチュイションと5番の競泳バラスト、縦長です。前が飛ばしていきました。2コーナーカーブ、6番のファサードが先頭、リード1馬身半。7番のジョリーハーモニーが2番手、さらに1馬身、9番のエルツが3番手、4番ハイスサングラスが4番手で向こう正面。開いて前を追っていくのは3番のエスプリナミコ、外には8番スタベット、続いて1番みんなの分も、この辺りまで前から7、8馬身の圏内、その後ろの圏内の各馬も差を詰めていきました。10番チュイション、2番のフレームジョーカー、そして5番の競泳バラスト、この辺りで10頭一段、馬群の間隔がぐっと詰まってきました。内回りの3コーナーカーブ、先頭は6番のファサード、単独先頭変わりません。外から差を詰める9番のエルツ、そして2番のフレームジョーカー、フレームジョーカーが2番手から先頭に迫っていきます。4コーナーカーブ、後ろは5番の競泳バラスト、あとはその後ろは固まって混戦、4番のハイチサングラス、3番のエスプリナミコ、4コーナーから直線、手応えよくフレームジョーカー先頭に変わった。フレームジョーカー一気に突き放す、200を通過、2番手以下伸びてくるのは9番のエルツ、外は5番の競泳バラスト、競泳バラストが2番手、続いて10番のチューション伸びてきた、チューションが3番手から2番手に接近、先頭は突き放した2番のフレームジョーカー、ゴールイン。7レース勝ったのは2番のフレームジョーカー、人気に応えました。鞍上の森大斗騎手、そして管理する荒山勝則調教師は共に今日2レースに続いて2勝目となりました。勝ちタイム1分41秒4でした。係員離れてスタートしました。おっと、12番のスペースシップが大きく出遅れました。まず広がって出ていくのは7番のビシソワーズ、しかし内から各馬殺到、6番のウィングウィンド、5番のリコーステア、まずはこの2頭が抜けていきます。4番のリレーションハートと7番のビシソワーズ並んで3番手4番手、その後ろの圏内も広がって1番のスカテナーと2番のインザライフ、外から上がっていって10番のゴッドインパルス、この集団に加わっていくのは11番のフラワージャンヌ、3番のドゥーラーバンティ、外には13番ジューンシャトル、この辺りまで一段です。後ろ開いて12番のスペースシップ、巻き返して後方3投目、後ろ離れて8番のリケアミネオラ、外には9番のエイジュンドリーム、各馬が3コーナーをカーブしていきます。600標識通過、先行するのは5番のリコーステアと6番のウィングウィンド、外から迫ってくる7番のビシソワーズ、ここで3頭固まって4コーナーへ、後ろは4番リレーションハート、その後ろ1番のスカテナーと10番ゴッドインパルス、内を狙ってくるのはフラワージャンヌ、4コーナーから直線、前広がってのい比べ、今度は黄色い帽子が2つ、ウィングウィンド、ビストワーズ並んで抜け出す、そのうちで食い下がるのはリレーションハート、200を通過、最内突っ込んでくるのはフラワージャンヌ、あとは後方から13番のジューンシャトルが伸びてくる、前の争い7番のビストワーズ、6番ウィングウィンド、最内4番のリレーションハート、7番のビストワーズ、わずかに押し切ったか、ゴールイン。
8レース勝ったのは7番のビシソワーズ。人気に応えてデビューから無敗の4連勝となりました。鞍上の笹川翼騎手は4レースに続いて今日2勝目となりました。勝ちタイム1分26秒9でした。収まって枠入り完了。スタートしました。遅れたのは5番の大黒天。大黒天遅れました。出ていくのは4番ティーズアペックス、1番大崎ワンダー、外には12番トニープリンスと13番のルックストーリス。まずは4頭抜けていきました。2番のブライトカラーが5番手、その後ろに9番マラッカフレイバー、差がなく8番のラインエンジェル、6番のナックジャスパー、直後は10番のオグメンタ、この辺りが中段。後方に3番のケンマキシム、外を通るのが7番のリアンメイ、この圏内に5番の大黒天追い上げていきます。さらに後ろの圏内は14番竜のタイガー、外には11番サッキールビアの3コーナーをカーブして前は3、4コーナー中間。先行3頭固まって先行1番の大崎ワンダー、4番のティーズアペックス、そして13番のリュックスソーリス。3頭が後ろを離して4コーナー、離れた4番手集団から追い上げてくるのはトニープリンス、ラインエンジェル、4コーナーから直線。さらに外に行ったのはマラッカフレイバー、8番のラインエンジェル、内目を狙ってくるのが6番ナックジャスパー、さらには2番のブライトカラー、広がって200を通過。今度は8番のラインエンジェルが先頭に変わった。伸びてくるのは10番のオグメンタ、オグメンタ中を割ってくるマラッカフレイバー、あとは後方から大黒天、連れて伸びてくるのは3番のケンマキシム、しかし先頭は8番ラインエンジェル、ゴール。9レース勝ったのは8番のラインエンジェル。これで2連勝となりました。鞍上の笹川翼騎手、4レース8レースに続いて今日3勝目となります。勝ちタイム1分12秒5でした。今枠入りが終わりました。スタートしました。揃いましたが6番のロベンテわずかに遅れたか。広がった中3番姫神の女神が出ていきます。外から5番のマルカンブロンド、さらには9番のウィンデゼルブ。3頭の直後に4番のシエロフェイスとつけまして前4頭固まっていきます。後ろは8番草ひばり、7番のディバインゲート、最内には1番のスイングステイとつけて馬群の外外を通って6番のロベンテが巻き返して上がっていきました。1コーナーをカーブして1、2コーナー中間。2番のミリミリ後方2頭目、1頭離れて10番トルペルジーノが最後方です。前段は固まって2コーナーから向こう上面、わずかに先頭3番姫神の女神、リードは体半分、5番のマルカンブロンド、そして9番のウィンデゼルブ、並びかけて2番手3番手、後ろも広がって大外に6番のロベンテ、インコースには4番のシエロフェイス、間には7番のディバインゲート、あとは少しばらけていきました後方勢、8番の草ひばり、1番のスイングステート、2番のミリミリと続いて1頭離れて10番トルペジーの最後方です。依然前は固まって3コーナーをカーブしていきます。3番姫神の女神、5番のマルカンブロンド、外には9番ウィンデゼルブ、3、4コーナー中間へ、その後ろの集団4番のシエロフェイス、外追っつけながら7番のディバインゲート、その外には6番のロベンテ、4コーナー後方は8番の草ひばり、1番のスイングステート、この辺りまで一段、4コーナーから直線。今度は5番のマルカンブロンドが先頭か、内を救ってくる3番姫神の女神が盛り返す、外からは9番ウィンデゼルブ、3頭広がって200を通過。今度はマルカンブロンド、ウィンデゼルブ、2頭の追い比べ、3番手内から4番のシエロフェイス、あとは6番のロベンテ、後方から1番スイングステート、ここで抜けたのは9番のウィンデゼルブ、マルカンブロンドは2番手、先頭9番ウィンデゼルブ、ゴール。10レース勝ったのは9番のウィンレゼルブ。これで7連勝となりました。鞍上は辰城隆二騎手。勝ちタイム1分53秒9でした。そして第11レースは今日のメインレース、重賞第60回東京記念 S1、 距離は 2400m、 ご覧の14頭による一戦でした。枠入り終わってスタートしました。少しばらついた飛び出し、マンガンは後方からです。一方好スタートは2番のランリョー、1周目の3コーナーに各馬飛び込んでいきます。追っていくのはウェイキー、的場文雄、2頭が後ろを少し離して7番のベルテックスが3番手前追っていきます。13番レッドソルダードが4番手、早くも流れが落ち着いて
5番手に4番セイカメテオポリス、4番手の内に並んで1周目の4コーナーからスタンド前ホームストレッチを流していきます。14と早くも展開縦長、先団の後ろに入るフレッチャービアンカ、内々には3番宮城座王、あとは後方の一角にハデスキーパー、外には10番コバルトウィング、あとはポルベルール、コスモポポラリタ、11番のトーセンブル、一頭離れて満願最後方、拍手に送られてゴール板前を通過、縦長で各馬1コーナーカーブに差し掛かります。2番のランリョウ、昨年の勝ち馬、逃げの競馬、リード2馬身ぐらい取っていきます。そして追っていくのはウェイキー、12番のウェイキーが2番手、7番のベルテックスが3番手、この辺りで少し流れが落ち着いてきました。前3頭を見ながら13番レッドソルダードが4番手、そのうちでじっとしています4番のセイカメテオポリス、これに並んでいった8番のフレッチャビアンカ、さらには後ろからは9番カエル、向こう上面に出ていって10番コバルトウィング、この辺りまで1段、後ろに3番宮城座号、後方の動きはどうか、14番ホルベルール、マンガンが動く、マンガンが上がっていく、内には6番ハデスキーパー、あとは後方に1番のコスモポポラリタ、11番のトーセンブル、3コーナーカーブに差し掛かります。2番のランリョウが逃げている、並びかけるのは7番のベルテックス、3コーナーカーブ、3番手に上がってきたのはフレッチャビアンカ、フレッチャビアンカ内から押し上げる、外にはレッドソルダード、3、4コーナー中間、そして馬群の間をスルスルっと4番のセイカメテオポリスも上がってきた、あとは後方からマンガンカイル、宮城沢も動いて4コーナーから直線、ランリョウが先頭、ランリョウ先頭、リード2馬身3馬身、2番手以下、伸びてくるのはベルテックス、内からフレッチャビアンカ、外からセイカメテオポリス、外からセイカメテオポリス、200を通過、粘るランリョウ、外からセイカメテオポリス、馬体を離して2頭の追い比べ、離れた3番手以下混戦、ランリョウかセイカメテオポリスか、セイカメテオポリスが捉えた、ゴールイン。東京記念をご覧いただきました。見応え十分な追い比べを制したのはセイカメテオポリスでした。去年はランリョウ王の粘り越しにわずかに及ばず2着、今年はその雪辱を果たしセイカメテオポリスが逆転の勝利を収めました。これで重賞を3連勝、名実ともに現代の南関東ナンバーワンステイヤーとして今後の活躍にも期待がかかります。改めまして東京記念を制しましたのは4番のセイカメテオポリスです。払い戻し金はご覧の通りとなっています。続いて東京記念の全着順です。セイカメテオポリスは人気に応えての勝利、通算4つ目のタイトルを獲得しています。また鞍上の吉原裕人騎手と管理する渡辺和夫調教師はともに東京記念3勝目となります。そして2着にランリョウ王が入り、3着は宮城座王でした。第60回東京記念の結果を振り返りました。それでは最終第12レースを振り返ります。スタートしました。ホントコーダッシュは8番のピガロアルビアン、これを内から並んでかわしていくのは3番ノートウォージー、さらには2番のロードアブソルートと先団3頭、続いて9番ミラコロカナーレが追い上げていって3番手の外、前2頭に接近していきます。5番手集団の一角に6番のシーニッククルーズ、インコースに1番のフォックススリープ、外には11番の大勢グラシア、集団に接近は5番のフィリオデルソル、外には10番ストームガスト、あとは後方4番バリチューロ、体半分差、12番のセイウンパークル、7番のこういう夢ふわり、最後方です。固まりました。12頭1段です。先頭から最後方までは9馬身10馬身の圏内、これから3コーナーカーブに差し掛かります。3番のノートウォージーわずかに先頭、迫っていくのは8番のフィガロアルビアン、そして9番のミラコロカナーレ、3頭固まってきて後ろが離れて4コーナーカーブへ、離れた4番手内に2番のロードアブソルート、外には11番のカイセイグラシア、あとは追い上げていって5番のフィリオデルソル、4コーナーから直線、前は内で粘る3番ノートウォージー、馬体を離して迫ってくるのは9番ミラコロカナーレ、ミラコロカナーレが並んでかわすか、200を通過、3番手から追ってくるのは11番の大勢グラシア、あとは外から5番のフィリオデルソル、フィリオデルソル、大勢グラシア前に迫ってくる、3番ノートウォージー、9番のミラコロカナーレ、3番ノートウォージーわずかに先頭、ゴールイン。
最終第12レース勝ったのは3番のノートウォージー。およそ1年ぶりの勝利となりました。鞍上の森大斗騎手は2レース7レースに続いて今日3勝目となります。勝ちタイム1分25秒5でした。ここまで今日の TCK を振り返りました。